一昨い高畑町のコンビニエンスストアで起きた強盗事件で、男が奪ったのは現金のみだということがわかりました。警察が逃げた男の行方を追っています。警察によりますと、一昨い午前2時前、高畑町高畑のローソン高畑中央店に20代の女性アルバイト店員が一人で勤務し。 陳列棚付近で作業をしていたところ年齢不詳の男が押し入りました男は女性店員にタオルを巻いた刃物のようなものを突きつけお金を出してくださいなどと脅し現金十三万円を奪って店に入ってきた方向と同じ東の方向に走って逃げたということですその後の調べで店内の商品で盗まれたものがなく 男が奪ったのは現金のみだということが分かりました男が店内にいた時間は数分程度とみられておりコンビニの駐車場には車はなかったということです警察は男の逃走手段や経路などを調べ行方を追うとともに情報の提供を呼びかけています